ホームページの YouTube チャンネルの方にいただいている質問と、それからメールでいくつかいただいている質問がありますので、ちょっと先生にお聞きしていきたいと思います。まず最初にですね、掲示板の方に来てた質問です。ちょっと拡大しますかね。自殺というか死について考える時間が多くなってきました。癖というか本当に死ぬ勇気は全くないのですが、少しでも嫌なことがあったり気持ちが落ちているとき、すぐに自分の死について考えてしまいます。死んだらこんな嫌な気持ちにならないだろうなとかです。一時期本当にメンタルを病んだときに考えるようになってから、すぐに、そういうふうに考えるようになりました。自分ではそれを変えた、本当に変えたいのですが、どうしたらそのような考えにならないように、できるでしょうかということですね。ついついいつも死にたいと考えてしまった。だからそういうふうに、考える場合はこの問題から逃げているんですね。だから自分が強くならないんですね。死んだらこんな嫌な気持ちにならないだろうなっていう考えではね、死についてそういうふうに考えるのは良くないんですね。複雑ですけどね、例えば人間関係のことは死んじゃったら終わりますけどね、人に嫌なこと言われるとかね、しかしそれは別な角度で見ると受け入れたくないものに出会ったっていうねことなんですね。だから死んでからどこかに生まれても、その過去性の人々から言われることが消えたんだけど、その環境でまた受け入れたくない物事には出会いますね。だから今世でその能力を作ってないんですね。だから仏教では来世の概念がないとこれ解説できません。だから来世になってからも同じことに出会うんですね。だから今世で宿題するんですね。だから嫌なこと言われると、なんでしょう、なで嫌なこと言われるのではなくて、なんで嫌な気分になったのかと自分をスタディをしてみるんですね。で、こうしてくださいね。だから人にとっては言いたいだけですね。人は言うことはきれいに考えて判断してレポートを作って美しい文章で、あ、この人に言わなくちゃいけないって宿題やらない。誰だって言いたいことは言っちゃってしまった。この本人もそうなんです。同じこと言いたいことはドキャンって言っちゃう。相手はどんな気持ちになるのかと計算しない。ですから、こう考えるんです。人々は好き勝手なことは言う。それはその人々の自由です。好き勝手なこと言われても、心が混乱しないように、嫌な気分にならないようにいるのは私の宿題でした。
いうふうに自分を育ててあげるんです。精神、死んじゃったらそんなこと、これってなんか同じ怒りの反応だ。死んじゃったらそんなこと言うわけないだろう。だから自分でも死んだ経験もないし、死んだらどうなるのかとね、自分も私も分からないしね。だからそれは単純な逃げなんですね。仏教では死はそういうふうに逃げる手段としては使わないんです。自分を育てるために使う概念だ。いつ死ぬかわからない、このままで死んじゃったらやばいと、汚れたまんまで死ぬのかいと、怒り嫉妬憎しみの塊で愛者の気分で死ぬのかいと、一体自分を育てるために間近に死があるのようなごとく、シミュレーションして死をポジティブに使うんですね。逃げるために使うんじゃないんです。だからそこらちょっとそういうふうに考えた方が、考えを変えた方がよろしいと思います。はい、ありがとうございます。次の方ですね、心の持ち方のことですかね。メールでいただいた質問です。たまに怒り、せっかち、過去焦り、迷い、今に集中できていない状態、怠けの状態などが混在してしまい、自分でもすごく疲れて、どう対処したらよいのか混乱して分からなくなる時があります。そうすると明らかに集中力を欠いていることに気づきます。自分が認識している内面の悪いものがまとまって出て、漠然とした落ち着きのなさになっているように感じます。慈悲の瞑想をして、一旦落ち着いたように思いましたが、また間もなく同じような状態になります。こういう状態の時にどうすべきか、どのような順番でどう対処したらよいか、知恵を貸していただきたいですと。うん。ですね、まあ、その場合はこういうふうに考えるんですね。今、この時間は、私にとって有効ですか、あるいはネガティブですかと。今、感情がもう自分を襲ってるんですね。集中力もないし、焦ってるし、もう怒りもあるし、もう自己管理できない状態で。はい。このピリエドオブタイム、この時間感覚ね。この時間感覚は私にとって有効的ですか、あるいは無駄ですかと。で、それをチェックするんですね。これ規則を入れることなんですね。今は無駄に時間が経過している。それからネガティブ的に今は時間が経過していると。で、そこを確認すると、このピリオドがどんどん小さくなるんです。数字で言えば、もう15分悩んだところは、なんか10分で終わって気持ちが戻ったっていうふうに、この時間が短くなってくるんです。だから、たまにいろんな感情がぐっと湧いてくることは、もう感情ある限りは避けられないんですね。だから、日本にいる間は地震がないっていうことはありえないんです。下危ないんだから、いつか地震が起こる可能性ありますね。そういうふうに自分、我々も、まあ、精神地震を起こしちゃうんです。だから、感情が、煩悩がなくなったら安定するんだけどね、そこまではこういう問題、トラブルが起こる。だから我々は、これは損害少なくする。で、この場合は、だいたいピリオドオブタイム、時間感覚なんですね。だから発作起こして、発作の時間はできる、じわじわと短くする。結構上手になりますよ。やがてまあ、
さっと感情が発作をしちゃってすぐ消えちゃうという、ね、人間になります。そういうふうに考えてください。この時間ポジティブかないかというところから始めた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。次の方、こちらメールでいただいた質問です。瞑想に関する質問です。私はよく歩く瞑想をしているのですが、右足左足とは言わずに上げます、運びます、下ろしますと言いながら歩く時があります。その方が足に集中できるような感じがするからです。長老の教えの通り右足左足ときちんと言って歩いた方が良いと思いますが、言わずに歩くのでも歩く瞑想になっていますか、という。まあ、心が妄想 しないで足に集中しているならば大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。次の方は、この方はメールでいただきました。13年前に仏縁があり、スマナソーラ長老の本をいくつか読ませていただき、ヴィパッサナー瞑想を実施し、アラカンカに達することができました。おめでとうございます。アラカンカに達すると人生の目的も特にどうでもよくなると思いますが、まだやることがあったので一般人に戻り、一般の社会人として生活しております。今コロナ禍で瞑想の経験を再度まとめました。その中でこの経験は多くの人に知っていただく必要があると感じていること、また一般人として13年生きてきたので、より一般の人の目線でお伝えできるのではないかと考えております。もし何かこのヴィパッサナー瞑想の経験を伝えるアイデアがありましたら教えていただけましたら幸いです。それはまあ自分の経験生かすのはね、自分の仕事でしょうね。で、私にはあなたこうしなさいとアイディア出す権限はないしね。頑張ってください。ですね。だから私は出家だからね、私は一般社会人のことを全く知らないしね、家族生活はしたことがないしね、だからまあこれアドバイスするのは難しいんで、仏教でも在家は在家の経験を生かして、在家同士説法はしましょう。そういうことで、ご自分で調べて研究して、頑張った方がいいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。次の方もメールでいただいております。私は父の会社で働いているのですが、バリバリ働いているわけではなく、やることがない日には瞑想ばかりしています。瞑想する時間があってとても満足している一方で、このままでは社会に適応できなくなっていくのではないかと不安です。何か仕事に積極的になれる考え方などあれば教えてください。まあほどほどにやってくださいましたね。まあ仕事っていうのはまあ生活するためのまあ手段だからね、そんなに大げさに考えないでください。明るく元気で仕事から人を助かるならばね、まあいいんじゃないかっていう感じで、すごく明るく楽しく見てください。なんか仕事は嫌って感じがあると困りますね。仕事は面倒くさいかもしれませんですけどね、もう、なんでまあ中道的でね、まあ気楽で物事を見てください。はい、はい、ありがとうございます。次はこちらの、コメントをいただいている方、お三方、にお答えいただきます。井上さんという方、僕は生理が苦手で元あったところに戻せず、掃除も嫌い、物を大切にせず人に対してもわがままでした。
仏教を学ぶ前は自分の性格、個性で仕方ない面があると考えていました。ヴィパッサナー瞑想など取り組むと改善できるところが出てきました。そこで質問ですが、共通に目指すべき理想の人間像といったものがありますでしょうか。人や物を大切にし、整理整頓、掃除を完璧にした上で、さらに先がありそうにも思います。よろしくお願いします。まあ共通に目指すべき理想の人間像っていうのはまああるかもしれませんけど、みんなにやりなさいと押し付けることできんでしょ。そこを理解してください。では共通人間像というのは、まあ面白い単語ですよ。自引き者の生き方なんです。自引き者ある人はある生命は素晴らしい生命なんです。その人は失敗しないし、罪を犯せないし、他の生命に迷惑をかけない。例えば整理整頓することも自引き者の行為の一つなんです。自分だけのプライベートな部屋であっても整理整頓した方が自分が気持ちがよろしいし、来るたまに来た人でも、もうあんたはしっかり、たまに来た人もすぐ落ち着くんですよ。だからそれも自引き者の実践なんですね。だから共通的な目指すべき理想な人間像っていうのは自引き者で生きてる人なんですね。と言ってもやってくれないと結構あるんだからね。自引き者のことを明確に知っているのは仏教の人々。それも大乗仏教は哲学は大きいんだけど自引き者はないしね。だからテーラード仏教だけですね。それは入らずするの。テーラード仏教はとても小さな組織でしょうしね。世界的に見ても。だからそれ理解してくださいね。他人に強引に押し付けることはできないんだと。それでお釈迦様は教えるのは、まず自分でやってみて、それから知ってる人々に優しく、こうした方がいいよ、私がやってるからっていう感じで自分の経験を語る。そうなると聞いてくれる可能性ありますよと。あの大阪様があれほど教えたのに聞いてくれなかったんだからね、ほとんどの人々は。はい、はい、ありがとうございます。次、瞑想に関する質問です。 K さんという方、呼吸瞑想の説法を拝見し、長い時間落ち着いて瞑想できるようになってきました。ただ長時間座っているとエコノミークラス症候群になるのでは心配です。そのまま続けていて大丈夫でしょうか。まあ心配はいらんね。エコノミー症候群にならないでしょ。だから本当は結果ふさわしてか足を組んで座っていれれば大体大丈夫でしょう。しょっちゅうと最初はなんか体調なんかちょっと悪いとか感じるかもしれませんけど、治っていきますね。まあそれからどうせ何でもバランスですから、一日座るということは良くないんだからね。体が機械ですから、機械も適当に動かさなくちゃいけないんでしょ。はい、以上です。はい、ありがとうございます。最後の質問です。 SM さんという方ですね。質問させていただきます。子供を望むな、再び生命としてこの世に帰り来るなとブッダは語ります。すべての生命は罪から生まれる、すべての生命は悪であるとキリストは語ります。生命の誕生はすべて悲劇なのでしょうか。生命は生まれない方がベターなのでしょうか。まあこれはまあ妄想ですね。だから私には
答えられない子供を産むなと誰が言ったんですかね。再び生命としてこの世で、これね、帰り来るなよとね。で、ブッダがこの輪廻転生をなくしてくださいって個人個人に語ってるので、一切生命に向かって語ってるわけじゃないでしょうね。一切プラクティカルなものを語ってるんですね。だから、インドでたくさん人がいたんだけど、ブッダの教えを聞いたのはほんのわずかでしょうね。でそれって、お釈迦様はね、まあ、お釈迦様は発見した真理が膨大で解かれているものは、あの森に入ってちょっと落ち葉一つ取ったつかみです。え落ち葉一つかみ、うん。落ち葉ほんのちょっと取って、まあ、これぐらいだよと。だから、まあ、首で語ってやると思って意味がないしね。それで、人間には苦しみなくそう教えますよと。なんで死んで選んだんですかと。他役に立たない。例えば地球はこれぐらい重い。惑星はこれぐらい重いと計算してあげたってもね。何の役にも立たん。そういうふうなものはまあ教えないんですね。だからまあ、その気がある生命は修行して下脱に達する。で、キリスト教について私にはこの、私は何も言う必要はないんですからね。各宗教は自分自分の距離を持っているしね。キリスト教はね、炭から生まれると言うならばね、だから生命は神が救ったでしょうね。だから神が炭の塊になっちゃうということになるんですね。だからそこはこの、論理が成り立たないと思いますね。ある人だからあれは物語でね、ある亀が作った最初の作品は失敗しまったと。それだったら責任持てて神様に言わなくちゃうんでしょうね。まあキリスト教はそうではなくて自分の責任持ってるんです。あれちょっとヘリクスですね。生命の誕生は全て悲劇なのでしょうかと。そうじゃないよ。たまに悲劇な生命生まれますけど、みんな頑張ってより良い人間になろうと頑張ってるんだからね。そういうふうな悲劇ではないんですね。一概に悲劇ではない。たまに悲劇的な生命もいる。生命は生まれない方がベターなのでしょうかっていうのは、まあ、成り立てない話なんですね。だからあなたどうするのかと。自分たちに関係ないものについて考えることはすごい危険な妄想なんですね。我々には生命を管理することを整理整頓することは不可能なんです。宇宙を管理することを整理整頓することは不可能なんです。で、自分という命はどう管理するべきかということは自分の管理できる感覚所なんですね。だから神様は言ったこう言ったとか勝手に言えばいいんですね。神様は何人かいるんだからね。キリスト教の神様、イスラム教の神様、ヒンドゥー教の神々たち、ソロアストロ教の神様、ね、キリスト教、異線、いろんな宗教の神様たち、で、アブラム教の神様、いろいろいるんだからね。それぞれ性格違うしね。だから、この、そんなのはどうでもいいでしょう。人間作る物語だからね。自己管理することが人にできる、生成できることだけですね。それに頑張ることですようです。まあちょっと補足しますと、おそらく最近こういう考え方が割と広まっていて、
あのアンティナタリズムっていうらしいんです。アンティナリズム、うん、はい、反出生主義とかって言うんですけど、割とあの特にインターネットとかでは流行っていて、うん、反出生主義的な、いろいろな発言をする人が増えてるという。で、仏教はじゃあ反出生主義なのかみたいな、そういう議論も時々なされてますよ。だからそこはね、だからなんで関係ないものに時間無駄、余ってるならばそういうことを考えたってもいいんですけど、役には立たないんですね。だから自分が生きていてアンティネータリズムという考えもするのはね、自分が生命を損ないし他人にも生命を損ないよということでしょう。みんな分かってないと生命は生まれるんですよ。人が何かやったからって言ってね、それはもう心の活性ある限りはどうしても生まれるんですよ。例えば物質考え、物質を無にすることできますかと。今のある形を壊せますよ。それでベストな形になるんだ。で、宇宙が全体的にもう破壊して破壊して、もう大ブラックホールになっちゃって、この大ブラックホールもものすごくそれからまた破壊して、もう最後になんかすっごいエネルギーの塊になっちゃうんですね。それが耐えられなくなっちゃい爆破するんです。だから無にならないんです、物質さえ。だから生命のエネルギーは活愛というものを持ってるんだから、続けたい続けたい続けたいっていうエネルギーを持ってるんですよ。で、誰かが何もやらなかったからといってどうったことはないんですね。もっとね、生命に優しい思考あった方がいいんじゃないんですか。生命は生まれるんですよ。炭から生まれるってでも間違いしね、生命に無明があるんだからね。だからこういう哲学も無明の明確な証明なんですね。無明だから自分には何の関係もないことについて、もうそうしている。だって仏教的な立場は、だから人が涅槃に達したらその生命は消えるんです。人間の現象世界からね、認識世界から消えるんですね。だから認識世界飛んだんだから、ここはもう人間誰でも考える感覚症ではないんですね。それだったら生命は減るんではないかと、一人だけでもと、減りませんね。減らないという仏教的には言ってるんです。だから海から水一滴取ったら海が減りますかと、減りませんね。生命の数はそういう、そんなもんなんです。で、これっていうのは地球上の生命のことばっかし考えてるんだから。地球上の生命だけじゃないでしょう。宇宙の大きさから考えれば、
至るところに生命がいるでしょうに。で、昨日、ある YouTube クリップ2回見たんだけどね、スリランカの、自分のお寺のそこのところの子供なんですけど、まあ、7歳で今はね、村の学校に行っていて、突然英語ペラペラしゃべる。英語の影響は何もないんです。それで YouTube で見たら、プリップな英語なんですよ、もう。なんか、すごい完璧にダラ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 しゃべる。そこでインタビューで質問してもしても、英語で答えるんだから、もうインタビューすると、ね、シンガラ語で答えてほしい。この約束でしょうねと。最初からそういう約束でしょうと言ったら、って言って、またシンガラ語で答えていったんですね。それだけなくて、ヒンディ語もペラペラ。どうやってこれ分かってる子、どう分かってるんですか。本当にびっくりだ。7歳ですけど、立派な学校に行ってるわけじゃなくて、この村の学校に行っていて、こうで子供が知ってる内容はものすごい。いろんなことを言うと、まあ、どうするよくこの子供そこはこの、ロクソロンだとね。だからもう人を喋ると、まあ、私はその言語をロックして、そういうこういうふうに喋るんだよと。だからなんか脳も自分で管理してるんですね。それでビデオ、YouTube で、これまあ、恐竜は好きなんで、この子は。恐竜のことはなんか自分がいて、目で見たような感じで喋るんです。それでそういう専門家の人が来て、その場合はずっと英語でやり取りやっていたんですね。で、ものすごい流暢な英語で。で、スリランカにとってはもう子供は英語知らん、全く。で、全部専門的に答えるんですね。だからこのクールたちがもうどうやって生活していたのか、どうやって亡くなったのかとかね、食べる場合はこうします、こうします、ああしますとかね、で海の生命体に恐竜たち、海に何か自分が見ていたような感じでこれこれで、その人は英語でもうインタビュー終わってからね、この子が言ってることはまあ全部もうプロの専門家が、科学者たちが言ってることはその通りで、その通りやと認めてることであると。それであんたどうやってそこまで知ってるのかと、 YouTube でも見ます、 YouTube 見ませんよと。どうやってデータが知ってるかとわからない。そこでなんか周りの、まあ、貧しい家ですけど、周りの人といっぱいプレゼントとかあげたみたい、あげてるみたいで、いっぱい恐竜のプラスチックのあれもあったんだけどね。で、ヘビは大好きでね。だから、インタビューした人もね、あんた最初に私の体にヘビを放り投げて、私を驚かしたでしょうね、とかね。で、もう笑っちゃうんですね。あんたヘビ好きで、好きでしょ、好きだよ、と。まあ、そんな話で、だから一つ言ったのは、その子は一回このいろんな学校生もたいろいろ言って、はっきり分からない、これはもうロックしていて、もう出てこないとかも言うんですね。一つはなんかこの自分が宇宙船に一回乗ってきて、サハラ砂漠でぶつかっちゃってドケーンと燃えちゃったと。すっごく派手に言うんですね。もう、それは全部英語で言っちゃったんだけど、私のもう、あれも脳みそも brain も人、heart and everything was born up って言うんですね。その時は自分の brain の形はこんな形で出たよと。今は卵みたいやと言って笑っちゃうんで。Now it is like an egg っていうふうに言うんですね。
だからインタビューした人もこれどういう、これどういう人、アストロノットという言葉を使ったんですね。アストロノットというのは宇宙旅行士、宇宙飛行士って言ったら、子供はそれちょっとわからないで、彼女の英語の中か、この子の英語の中で一つ隠れてやったのは、この別荘な世界から来たんだと言ってるんですね。でそれはインタビューの人にちょっと聞き取らなかったみたいんですけどね。だからこの分からないこといっぱいあるんですね。インタビューの終わってからみんな言ったのは、これはこの輪廻転生正しいとかなんとか言うために使ってるんじゃなくて、この子はもうどうも理解できないぐらい天才やと。そこでヒンディー語を喋ると言ったっても、誰でもヒンディー語できんだからね。わからないでしょ。これで自分もいた大学のヒンディー語の教師が来てインタビューするんです。ずっとヒンディー語で喋るんです。これ何のことの、まあ、それはもう私はこういう講習してたら、この子はこういうこういうふうに答えますよ。だからそれでインディ語を喋られるってことになるでしょう。どうやって知ってるのかと言ったら、まあまあ、それはので、まあ、それそれ、ロックしているんだよと。で、ロックオープンして喋りますよと。だから、この、軽く生命に言ったら、どうかなっていうね。だからこの地球の生命だけじゃないんだから、どう見てもこの地球の宇宙の大きさってあまりにも生命がいるんでしょ。だからこの原始的な思考でも世界知らない、地球は丸いとも知らなかった人々が作った神様やら、そんな概念でね、哲学作ってはあかんよと思いますよ。生命のことは知り尽くすことはできません。我々のこの DNA でできてる生命見たっても、基本的にコピーするでしょうね。いまだに分かってません。なんで細胞はコピーするのかいと。だから細胞をコピーするからでしょ、あれできてるの。他の他の子孫作るのは同じコピーで、まあこれはあまり長持ちしないんだから、新しい細胞を作ってまたコピーやってやろうではないかというだけの話。だから、コピーしたがるエネルギーがあるでしょうね、このアミノ酸の中に。だからこのプロセスを顕微鏡で細胞を見ていると、細胞一個の細胞もなんとなく何回すごくイラ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 してても、私の単語で言えばね、だからイラ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 していて、ぐにゃ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 、どん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 あのクロモソームが分かれていくんですね。落ち着けないんですね。だから中での液体やらいろんなものがイライラするんだから、クロモソームはあのダブルダブルセットだからね、でどんどん分かれていっちゃうんです。そこでまた囲まっちゃってコピー作っちゃうんですね。だからまず細胞に聞いてください、あんたなんで分解するのかと。分裂です。分裂するのか。それほど甘い話じゃないんですね。だから自分の国はもうかなりオープンな世界だからね。だからあの子はもう私もびっくりしちゃって、ものすごく可愛い男の子なんですけどね、もちろんスリランカに行ったら私はあの子見に行きますけどね、なんか
あまり金のない家なんですけどね、いろいろ修理工場やってるんですね。だから場所も契約終わっちゃっても引っ越しなくちゃあかんやと。でも私でも金出して場所を買ってあげたくなるぐらいね。で、まあ、だから YouTube 即帯とはこの子供にはね、もうしっかり勉強できるように、両親には収入がないんだから大変な立派なことになりますから助けてあげればいいんじゃないかなというアピールなんですね。今超エリートで喋るんだから、このちびっ子が、まあ小学1、2年生なのに。だら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 と喋るわ喋るわ、私はもうすぐ乗ってしまっちゃったんですね。特に英語の使い方はもうアメリカ生まれみたいな感じ。あれぐらい拡大したボカベリはどうしますかと。だからまあ、もう一人ね、ちっちゃな女の子がね、説法する女の子がいる。言葉も喋れないくせに、ものすごい立派なお坊さんたちでもできない内容は何のことなく説明してやる。無神権はこういうことやとかね。だから商業無常っていう有名な芸に、あの女の子の解説は誰もやってないんです。でも私は物を言うやつ、びっくりするんです、あの解説を聞いて。だから、ちっちゃな女の子で力もなくても、もう頑張ってとにかく喋る。だから、なんでそこまでできるのかいと。やっと3歳4歳で言葉しゃべれるようになっただけで、いきなりもうものすごいスリランカのもうどんな大統領にもできないぐらい、どんな学僧にもできないぐらい見事に説法してみせる。だからその場合はこのいくつかの単語はね、子供の世界から取り出す産後ありますけどね、例えば思考妄想をやめてくださいって場合は、だから彼女の瞑想方法ありまして、まあ、これありますよ。だからそうなったらどうなるかって、そうなると心にはいろいろ思考は死にますよと。だから思考死にますって、ここかわいい単語なんですね。子供の単語使っちゃうんですね。だからちっちゃな子は自分なりに思考妄想ステップする方法までも教えてあげちゃう。だから生命っていうのは我々知ってる範囲とは違うと。YouTube だけ、知らんが YouTube だけ見たってもそういうケースいくつかあるんです。あら、なんだこれっていうね。それちびっ子何人かいるんでしょう。もう数学のプロでも、ものすごい英語達者でも、それなんかシンガル語で勉強することに決まってる、道理的に。まあ、最近金持ちだけ英語で授業ある学校あるんだけど、すごい金かかっちゃうんですね。田舎の子供じゃいきなり英語をはびり出しちゃうと。どこから学んだのかって問題出てくるでしょ。親も喋れないし。これ、引きも面白い。
どうやって受け取ったのか。だからインタビューで人に一つ面白くように愛のメニシークロスオフデユニバースと言ったんで、私は宇宙の秘密をたくさん知ってますよと。それであの人は、じゃあ私は Can you tell me one of the secrets? 聞いたんで、一つ秘密を教えてくれると言ったら、うん、Everything is locked down. そういうのはロックされてるんだから、ちょっと言いづらいんだと。だからロックダウン、ロックされているということはどういう意味か、まあ、私も分かりません。もしかすると、知ってるんだけど、自分の今持ってる言葉ではもう言えないことかもしれませんしね。だからいくつかの過去性の経験がもうごちゃごちゃで、あの男の子が言うんだけどね。だからお願いは、あの子に教育だから、将来何になりたいですかって聞いたら、サイエンティストになりたいと言ったんだからね。だからみんなこのあの子に教育だけはさせてあげたいという気持ちですね。でも、あの、マスシー割りには、もう、立派な望遠鏡を持っていたんです。で、これは、あの、子供たちには扱いできるんだけど、見事に扱いしてるんですね。誰かがプレゼントあげたでしょうね。結構、高価な望遠鏡。日本でもあんなのは、グループマンゴぐらいか。程度かかる。だからまあだからそういう話言ったのは、やっぱり生命っていうことって軽く見てはいけないんですよ。それで生まれない方がよかった話にならんテーマなんですね。あ、以上です。はい、ありがとうございました。では、いただいた質問すべて、答えていただきました。どうもありがとうございました。